それでは聞いてください、シンデレララブ。
きすれば姿を満たすような恋子になってみたいな。かぼちゃの馬車に乗って後ろに行ってもガラスの靴は履いたまま、12時の鐘の音が聞きたくて眠らずに待ってた。ミッドナイト、そんな甘い甘ったるい物語に忘れても、信号に渡れば入り口がほら見えてきた。暗い暗い穴、飛び込んで掘り、飛び切りの迷子になるの。日常の向こう側、飛び越えてみたいなら、ちょっぴり勇気を振り絞るだけで OK。 さあ準備はできたかな。私は夢見るアンドゥショコラ、囁いてみてもいいかな。時が震えるくらいドキドキでしょ、高鳴るでしょ。まぶた閉じてアンドゥドロは地元を唱えてみれば、闇の奥隠れてた夢の扉が開くよ。ここから新世界、大ジャンプで飛び出そう。よろしくお願いします。はい、次が最後の曲になります。聴いてください。白バラのコサージュ。
歩を踏み出して髪をほどいた大事な何かを失ってしまうから要望に応えてお利口な私を可愛いなんて思わないで好きな自分はそこにないから早く忘れたいんだ好きな自分を愛したいからドレスに着替えたんだ紐の色には私の意志なんて存在しないからアスファルト綺麗に汚しておくれ素敵な色に早変わりね誰も自分を誇れないからそうやって決めたがるんだ誰かが人を制御するのに呪文をかけたって決して抵抗は終わらない寒い部屋でコスタージュがしぼんじゃうから情熱は幻想じゃつまらない髪を飾る時には操作幻想じゃつまらない胸にぼんじゃやばって叫びたい哀れ幻想じゃつまらない白いバラのコスタージュと決めているから皆さんもっともっと盛り上がっていきましょう声出してくださいせーのお願いします。はい、明日渋谷オーネストさんでライブがあるので来てください。はい、次そしてこの後物販があるのでぜひ来てください。お願いします。以上私たちメルティアでした。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。